こんにちは、滝です。80話のアニメオリジナルシーンを中心に考察していきます。最終回までネタバレあるのでご注意ください。伏線回収、アニメオリジナル描写についてお話していきます。まず1話目のタイトルなんですが、2000年後の君へ、そして今回が2000年前の君からということで、ユミルがエレンにかける言葉、2000年前から誰かを待っていたんだろうというところで、ユミルからエレンかなと思いきや、原作最終回を見るとね、また別の観点が見えてきますね。愛の苦しみから解放してくれる誰かを求め続けた、それがミカサだというね話がありました。そして2つ目、アニメ2期のエンディング、このイラストですね。このシーンが今回出てきました。ユミルの3人の娘が母親ユミルの体を食べるシーン、ここで回収されたわけですね。アニメだとかなり残酷さが軽減されていてね、暗めに表現することでなんとかね NHK としてはいろいろ回避したんじゃないかなと思います。そして3人の娘たちの姿っていうのが、このね座標が3つに分岐することで巨人の力が受け継がれたよというところが描かれていました。ちなみにエンディングに関して言うと、アニメシーズン3のエンディング、ヒストリアが水に落ちるシーンも、今回ユミルが水に落ちるところと、重なっていますね。そして3つ目、8巻の34話のアルミンの発言、100年間ずっと立ちっぱなしだったから、散歩でもしだすと思うなっていうね、これがまあ回収されましたね。アルミンの予感は当たると、アニメだと確かカットされていたので、原作派だけが気づくシーンですね。そして大地の悪魔という話もありますね。光るムカデくんテレビデビューという感じなんですが、伝承で伝わっていたのは大地の悪魔との契約だったんですが、実際はねこの光るムカデとの接触で力を得ていたと、現在公開可能な情報も追加されていました。何かと接触したことで力を得たとされている。その正体は明らかになっていない。病原体なのか別の生物なのか神なのかという話なんですが、結論は光るムカデですね。そしてアニメオリジナル描写、今回はこちらについて、主に話していきたかったです。まず1つ目、始祖ユミルの描写ですね。ユミルちゃんの元の暮らしが描かれました。原作にはなかった描写たくさんありました。まずこの囲まれた世界ですね。このユミルが住んでいた村なんですが、これ明らかにねそのエレンたちが住んでいた壁を意識させるというか、柵に囲まれた世界をね描いていますよね。そしてそこに初代フリッツ王を率いるねエルディアの部族が来て、ユミルの村が滅ぼされるということで、壁の外の巨人が攻めてくる、ここと対比するように柵の外の敵の部族が攻めてくるというね、そんなユミルの人生でした。でユミルちゃんのこのなんだろうなプロフィールについてねプラスの情報がありました。この井戸で水を汲むシーンなんですが、明確な両親の姿はありませんが、老婆と子供2人のために力仕事、水汲みをしてあげる優しい少女だということが描かれていますね。まあ、個人的な想像なんですが、親がいない104期生ユミルの人生と重ねて考えると、ユミルちゃんの両親はすでにいないのかなと、この老婆が保護者でその一家にお邪魔して生活しているんじゃないかなと、個人的には感じました。しかしその老婆もね、死亡してしまうということで、ユミルの身内、保護者が誰もいなくなるっていうところを表しているんじゃないかなと思います。でこの井戸で水を汲むときに使っていたのはバケツですよね。でこのバケツっていうのは、そう、この道の世界に行ってからもユミルがねずっと使い続けるものです。でこのバケツで水を汲むっていうのは誰かのための行為で、それはやっぱりフリーダが言うように優しくていい行為なんですけれども、誰かを思いやる優しい子っていうのは、場所が変われば、立場変われば奴隷とか道具として使われてしまうっていうね、このあたりの皮肉っていうのも、このバケツを通じてね描いているんじゃないかなと感じました。そしてこのユミルちゃんが奴隷になった後の生活ですね。まずこの奴隷の舌が切られるシーンなんですが、この他の人の舌が切られるシーンの後にユミルに手をかける男性がいる。そして男性がねユミルを突き出すんですね。これは切られる直接的な描写がなくても、ユミルの舌が切られたんだなってわかるね、原作よりも丁寧だけど、まあある意味残酷な描写ですね。そしてこれすごかった。原作にはない演出、灰がですね、舞う光景から、シームレスにこうやって花びらが舞う光景に変わっていくんですね。これ非常に美しかったですし、ある意味では残酷だなと個人的には感じました。つまり誰かの犠牲で誰かが裕福になるというね、その世界を描いているんじゃないかなと。ユミルの村を襲ったことで、このねエルディアの部族フリッツの村の人々はより裕福になって幸せになっているわけですよね。力を持つ者が力を持たない者から自由を奪ったと、進撃の巨人で何度も描かれてきた弱肉強食、誰かの犠牲は誰かの喜びっていうね、残酷な世界の断りを思い出しました。このミカサの回想でもありましたが、カマキリが蝶々を食べる姿を見て残酷だと思いながらも、父親が鳥を取ってきたことに喜びを覚えてしまうっていうね、誰かの犠牲は誰かにとっての喜びっていうね、そういう世界の断りだなと思います。
でもう一個注目なのがこの構図ですね。これ明らかにこの人混みによってこちらとあちらをね明確に分断しているというね、どう頑張っても手が届かないような光景に見えて、物理的な距離以上のこのユミルちゃんにとっての隔たりを感じてね、ここが少し切なかったですね。そして豚を逃がした後もありました。原作にはなかったカットですね。豚を逃がした翌日の様子、このあたりも今後またアニメでは追加されるんじゃないかなと思います。そして逃げるユミル、13本の指がねユミルを指していました。進撃の巨人1巻は13ページ目だけページ数が描かれてるっていうのは有名な話ですし、13代目調査兵団団長エルヴィン、ユミルの寿命が13年とかね、まあ、13にまつわる話っていうのはちらほらありますと。で今回もこの13本の指がユミルを指していたということで、確かこれ PV が公開された時に12本の指がユミルを指していて、いや13に意味があるだろうっていうファンのね声が結構ありました。なのでそのあたりをね、マッパさんは意識して書き直したんじゃないかなと思います。テレビアニメ放送時も、12時13分にこのシーンがあって、アニメスタッフの、まあ、遊び心というか配慮というか、そういったものが描かれたんじゃないかなと思います。そしてもう一個数字に関して言うと、この花びらですね、9枚の花びらっていうのは9つの巨人の象徴でしょう。で過去の動画で私が話していたんですけれども、これね、もともとそのユミルが最初倒れる時にこのシーンの花びらは8枚なんですよね。それが死の間際でこう9枚の花びらになるっていうことで、まあ、私のこの考察では不自由からの解放を望むユミルの潜在意識が進撃の巨人の誕生に結びついたのかなと思っていたんですけれども、アニメだとね、最初からこの9枚になっていたのでちょっと解釈が違ったなという感じです。そして3つ目、ユミルの声ですね。舌を切られて喋れないこのユミルの息遣いが、非常に苦しそうでしたね。そしてさらにはこの左目を潰され右目で涙を流すと、原作以上にこのユミルの感情が伝わる描き方、また後ほど話しますが、たくさんありました。ユミルが巨人になった後、エルディアの部族がね、こうマーレと戦っていくんですが、これ敵兵の様子っていうのもアニメで追加されています。で、この装備を見てわかるんですが、明らかにエルディア部族ね、こっち勝ち目ないですよね。こんなの、普通に考えたら勝ち目がないんですが、ユミルの巨人がいたから、まあ、栄えたんだろうなと、勝つことができたんだろうなと、まあ、分からせるために、あえてね、こういう装備の対比っていうのを描いているのかなと思います。そして燃えるマーレの、紋章ですね。これなかなか気づきにくいところなんですが、マーレを倒した時にこの紋章が燃えていました。これどこかで見覚えあるなと思ったんですが、まあ、おそらくですね、このタイバー家のこの紋章ですね、この衛兵がこのつけていたこの紋章かなと思います。なのでこのマーレのもともと持っていた紋章っていうのが、再びね、まあ、タイバー家の時代になって使われたのかなという感じもしますね。あとはコメントで来ていた意見ですが、このフリッツ王の飾りの星なんですが、この星っていうのも、この兄のお父さん映っていましたが、この腕章ですね、マーレの腕章の、まあ、元なんじゃないかっていう意見もありました。そして建設作業とか神殿作りの様子もアニメで少し追加されていますね。このエルディア部族の発展っていうのはこうずっと描かれていく、もうフリッツ王の身なりがどんどん豪華になっていくんですよね。王様とか兵士だけがいい服装、一方でこのユミレちゃんの服装は変わらないっていうね、この違いっていうのも切ないところです。そして巨人制作の辛さ、ユミルちゃんが死んだ後にね巨人を制作していくんですが、原作以上にこうユミルが辛そうでした。2000年にわたって数えきれないほどの巨人を作ってきたのでしょう。口が開いてねこうよぼよぼと歩く姿でユミルの辛さが伝わります。でアニメの演出としては、3回にわたってですねユミルのこの顔のアップが繰り返し放送されるということで、まあこれによってですね、多分無意識的に我々は何度も何度も終わりなきこの地獄の中でユミルが労働を繰り返してきたんだなっていうのがアニメーションではね、伝わったのかなと思います。でその積み重ねがあった上でユミルの怒り、辛さ、苦しみが混ざり合ったこの複雑な感情がね、非常に痛かったですね。人間として扱われたユミルのねこのこぼれ落ちる涙のこのね、アニメーションの描き方、このあたりぜひもう一回見返してみてください。そして道の世界に関してこのあたりサクサクいきます。まずグリシャとフリーダの戦いが追加されました。これはまあ厳密には原作16巻の63話ですでに描かれているものをアニメ化したという感じですね。タイミングを変えたアニメ化でした。そしてエレンが鎖から脱出するシーン、これはアニメで追加されていましたね。出血多量、さらにはこうちぎった後、指を引きちぎった後っていうのがね、生々しくあって、エレンのこの辛さとか痛みっていうのを感じます。
そしてあの景色をとね、このエレンの表情っていうのもちょっと原作と違いました。この原作だと恍惚とか憧れの景色を見ているようなね、そういうこのエレンの底知れぬ怖さを感じたんですけれども、この景色っていうのはおそらく子供エレンが言っていたたどり着いたぞっていうね、地ならしの光景かなと、私は思っています。でこの怖さっていうのがね、この漫画と比べるとアニメだとちょっと減っているかなという感じです。アニメの解釈違い、私とちょっと解釈違うのかなっていうところもありますし、あるいは伊佐山先生の指示だとすると、まあ、この大人のエレンにとっては地ならしの光景はうっとりするようなものではなく、もっと苦しくて重たいものだからこそ、この表情はね、ちょっと変わったのかなというところです。このあたり、皆さんのコメントもぜひお待ちしています。そしてそんな感じでね、描かれたユミルの反省と、まあ、エレンとジークの話なんですが、実はこれですね、A シャープメジャーセブンさんから昨日ライブでコメントいただいたんですが、道での出来事は永遠で一瞬、これを再現するために A パート B パートの配分めちゃくちゃにしたんじゃないですかというねご指摘受けました。これ確かにね、現在公開可能な情報が出るまでの A パート、ここが19分あるんですね。そして B パートとエンディングで4分っていうね、かなり狂った時間配分を、意図的にしていると思います。さらには島の悪魔界のね、マーレ潜入をあえて後回しにしていたりね、このあたりのアニメの演出非常に良かったですね。そして地ならし後 B パートの部分ですね。まずエレンがジークを取り込むシーンありました。エレンの目がギョロッと動いてジークを捕らえる、そして光るムカデを操ってジークを取り込む、このあたりはね、気持ち悪くて怖くて最高でしたね、アニメで追加されたシーンです。そしてエレンの巨人化について、こう周囲の壁がわーっと壊れてエレンが巨人化してすごいっていうね、なんかもうアニメがすごくて語彙力が消えてしまったんですけれども、これもアニメで見られてよかったです。で漫画と違ってすでにこの時点で最終状態のこの骨の鳥かごエレンのね、全容がわかるというところです。でさらにはこの色がついたというところで北欧神話のラグナロクを思い出させる、まあ、この夕暮れ時というかね、アニメで色がついたことでまた見え方も変わったかなと思います。でなんといってもね、皆さん注目しているのがこのね、始祖放送局 FM エレン・イエーガーのオールナイト地ならしでの、光景ですね。オリジナル描写がいくつかありました。まずこの巨人化跡のある人間に戻ったファルコの姿ですね、これが追加されていたと。そしてたくさんのね、原作にはいなかったキャラクターが、このね、FM エレン・イエーガーで、呼び出されていました。具体的にはまずこの、キース・シャーディス教官ですね。そしてこの奥の方にいるブラウス一家、サシャの家族、でさらにはこの手前にいるダズ・サムエル・ルイーゼっていうね、イエーガー派が追加されている。でさらに細かいところですが、おそらくね、この立ち上がる日を待っている、ね、このスルマの姿っていうのも、描かれています。で実はこれ絵コンテを見るとすで、にですね、このブラウス・イッカーとかね、キースの姿もありましたし、ダズっていうのがあったので、もともと予定していたのかなと。ただこの時はロイとかピュレの姿も、予定されていたんですが、そこがカットになって、このイエーガー派に変わったのかなという感じです。そして何といってもね、このヒストリアとフロックの姿印象的でした。地ならしの話を事前に聞いてる組なんですよね、この二人は。フロックのね、この表情も良かったですし、何といってもこのヒストリア。見返すとわかるんですが、ヒストリア以外の人物は、この目が点というか、もう衝撃を受けてね、目が一切動いてなかったんですが、ヒストリアだけ目が潤んでいる。このエレンの発言に対して、ヒストリアは何を思ってるのかっていうところを考えさせるね、そんなカットでした。今日のまとめなんですが、ユミレの反省がアニオ流だらけでした。そしてエレン地ならしのね、アニメがすごかった。で、さらにはエレン放送時のね、ライナーの服が脱げていたということで、これ原作と比べると、ライナーしっかりと服を着ていたんですが、アニメだとね、こうやってちょっと脱げていたということで、まあ、今日のまとめです。ライナーの服はアニメオリジナルでどこまで脱げるのか、伊佐山先生の関与があるのかっていうところ注目ですね。これから脱げる伏線かもしれません。皆さんぜひ考察してみてください。以上、滝でした。それではまた。